コメディアンの萩本欽一、82、とタレントの香取慎吾、46、の人気長寿番組、第99回、欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞、日本テレビ系が3年ぶりに復活する。今年12月24日に開催さ、で、来年放送予定だ。前回第98回は2020年12月開催、翌21年2月放送だった。この時はコロナ禍ということで無観客収録、一人で行う作品と同居する家族だけの作品と制限ありでの開催だった。通常開催としては4年ぶりとなる。全国で行われる地区予選は3日から募集が開始される。欽ちゃんは第98回で降板を示唆するような発言で世間を騒がせたが、今回の復活に意欲満々。みんなの声に乗せられて、もう一人の欽ちゃんが動け、と言い出した。これ、面白い。楽しくなって、来ちゃったよ、とコメント。香取も、みんな、やったよ。欽ちゃんが動き出しました。笑顔あふれる、仮装大賞をお楽しみに、と、喜びの声を上げた。